ロバート・ボノーはアメリカ合衆国の印象派の画家である人物画や風景画を描いたアメリカ東海岸やフランス特に多くの芸術家が集まったグレシュル・ロワンで活動した一人であるコネチカット州ハートフォードで生まれたボストンのマサチューセッツ芸術師範学校で学んだ後パリのアカデミー・ジュリアンに入学しギュスターブ・ブーランジェやジュール・ジョゼフル・フェーブルに学んだ アメリカに戻った後、1879年から1881年まで、マサチューセッツ芸術師範学校で教え、1884年から1885年は、ボストン美術館の附属美術学校で教えた。1887年に再び、フランスに渡り、芸術家村となっていた、グレシュル・ロワンで活動し、印象派のスタイルを確立した。代表作の一つの、 フランドルの野原は1890年に暮レで描かれ、後にバトラーアメリカンアート美術館を創立したバトラーに購入された。アメリカに戻った後、ニューヨークで活動し、1891年から1896年の間はペンシルベニア美術アカデミーで教え、1906年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。その後もしばしばグレシュルロワンを訪れた。 1899年にアメリカ人彫刻家のベシーポッターと結婚した。1920年代になって目を悪くして作品制作をやめた。フランスのニースで没した。ありがとうございます。